内田ゆき、C、オリコンニュースインク。俳優の内田ゆき、48、が、22日放送のフジテレビ系バラエティ、誰かと仲井、のちくじ、に出演。パートナー兼マネージャーとの関係性について語った。予告動画、奇跡の48歳、内田ゆき、藤ヶ谷への感謝中井には突如ダメ出し。キスマイフット2の藤ヶ谷大輔が、マネージャーの方。 内田さんのパートナーの方も交えて、食事をした、と明かすと、中井正宏が不思議な表情に。内田が、中井くんごめんねと呼びかけると、室強がビジネスパートナー兼パートナーっていうことですよね。と補足し、中井も、あ、そうなの。そういうこと、と驚きの声を上げた。内田は、私のパートナーは、もともと俳優なので。それが、A スタジオという番組で、 鶴瓶さんと中井貴一さんがうちのマネージャーのことを話してくれたおかげで、それが放送されてからは、局に行くと、あ、だよね。スてリアクションに変わったんですよ。あまりに今までなかった関係でやっているから。言い出せないから、話してくれてありがたかった、と告白。藤ヶ谷は、共演時の印象として、最初、僕は全く知らない状態だったので。 お芝居のテストをした後にパートナーの方とユキさんが結構こうした方がいいんじゃないかとか、すごいこういう事務所あるんだなってと率直な思いを打ち明けた。内田はそんなパートナーについてバスバスと突っ込めるのはそこはもう腹割って話せる仲間、そういう人と仕事がしたくて、一番厳しいですねとコメント、仲いいからムカつかないと向けられるとお互い、 帰りの車の中で言います、わら。お芝居に正解もないじゃないですか。それは世の中の方たちがどう捉えて、評価されることですから、私たちが決めることではないと。だけど、真摯に向き合ってハートがないことをするんじゃねえってなると、ハートはあったよって、わら。彼女、彼氏でもなく、もう家族ですねと笑顔を見せた。内田は続けて、 相手の生き方とか芝居の向き合い方とかをリスペクトできていれば、私がすごく尊敬しているところがあるから成り立つ。今もなお、私よりも先にアップデートを重ねている人間がいるんですよ。そうすると、私の頭一つや目二つで見ていることよりもさらに倍になるわけですよね。もっともっと深いことができるから、私の中ではこの上なく仕事がしやすい。 どんどん切磋琢磨して、ピカピカに光ると熱弁していた。